どうもみなさん、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は50回から100回までの攻略をしていくよ。その前に訂正があるよ。前回使用するアイテムによって AP の消費量が違うって言ったけど、あれはバグだったらしいよ。本来の使用は1ターンにつき1回しか使えないって使用だったみたい。本当だ、アイテム欄が黒くなってるぜ。今のバージョン 1.1.2 だと修正されてるよ。私たちの動画でバグに気づけたってお礼されたよ。おお、嬉しいな。そしてここで攻略情報。魔法攻撃力を 50% 上昇させる詠唱を唱えて攻撃アイテムを使うと、攻撃アイテムのダメージも上がるよ。すごいダメージが見えたな。この詠唱は今回の攻略に大きく関係するから覚えててね。とりあえずこの映像を見てね。む、硬いな。50階層の敵には弓が通じなくなってくるよ。現にこの後中ボスと戦ったんだけど。ダメージがあまり入らないな。惜しいところまで行ったけどやられちゃったよ。クリティカルが出ればな。とはいえここまで到達できたのなら騎士団レベルが結構上がっているはず。というわけでさらに効率の良い攻略法を教えるよ。頼んだぜ。まずはワンドと魔導書を購入するよ。魔法を使うのか、でも AP の消費が激しそうだな。その通り、だけど実際使うのは詠唱と魔法。AP4 で済むんだよね。というわけで AP4 になるまで俊敏に振るよ。その他は体力に振ってね。装備以外は前回と同じ感じだな。なんで最初からこの装備にしなかったんだ？単純に AP4 を確保するのに時間がかかるからだよ。AP は回避率 10% おきに1増えるんだ。そしてこれが魔法攻撃力を上昇させたファイアストームだよ。おお、いい火力だな。とはいえ、弱点をつけてはいないね。もっと火力が出るのか？前回弱点属性の魔法ダメージが2倍になるって説明したけど、武器にも属性があって属性プラス1につき 25% ダメージが増幅するよ。もっとダメージが出るのか。さっきのラミアで試してみるね。武器を弱点のアイスワンドにして詠唱付きで攻撃すると。すげえ。こんな感じで魔法で攻略していくよ。50回から80回までの道中の敵に合わせればそのまま中ボスにも通用するよ。道中の敵にも通用するのは嬉しいな。そしてここで攻略に使うサンダーワンドとダークワンドを購入するよ。ダークワンドを装備して60階層を攻略するよ。こいつに効くのか。中ボスのリリムには弱点じゃないっぽいけど、詠唱とダークスパークを繰り返してれば勝てるよ。バフもデバフも重ねられるよ。ただし1ターン経過するたびに 25% 増減するよ。さすがにそんなうまい話はないよな。というわけでリリム撃破。お次は70階層を攻略するんだけど稼ぎはここでした方がいいよ。ここで使うサンダーワンドは亡者にも有効だから、天遺跡の前で稼いでいればほぼ事故はないよ。おお、それは嬉しいな。ただし体力を200以上にしてね、亡者にワンパンされるから。怖いな。そして中ボスのワイトキングだよ。ここまでは楽なんだけどね。80階層以降はダメなのか？一発で倒せないんだ。この体力と防御力でワンパン食らうってことは生きていたとして続行は不可能だよ。じゃあどうするんだ？ブラッドを稼いであるものを買うよ。お、装備を新調するのか。あと AP が5になるようにステータスを上げるよ。10レベルも上げるのか？その理由をお見せするよ。一体何を買うんだ？このトパーズワンドを使うからだよ。だけー。8000。うん、8000だよ。他の装備じゃダメなのか？試してみたけど、火力が足りないか重量が重いかのどちらかだったよ。これが一番安上がりなのか。詠唱からのハリケーンを行うために AP が5必要だよ。というわけで70回で稼いだデータがこちらです。強いな。道中の敵なら90階層に出てくるダークメイジ以外ワンパンだよ。今回は亡者に合わなかったから亡者はわからないけどね。ダークメイジに会ったらどうするんだ？くらましの弾を使うよ。いよいよアイテムとかも利用するときか。あとは天遺跡を買っておこう。何かあったときに1階に戻れるよ。リスクを軽減するに越したことはないからな。というわけでイモータルキング戦だけど、やることは変わらないよ。逆に言えばこの武器の火力を使わないといけないんだな。とはいえクリア。このまま進むのか？その前に買い物しよう。まだ買うの？優秀な防具だからね、買っておいた方がいいよ。ウィザードハットとドルイドグローブ？魔力が合計12上昇するよ。守りだけじゃなく攻めも強くなるのか。というわけでこの2つを装備してそのまま中ボスのヴァンパイア戦だよ。今回はかなりブラッドがかかったな。できる限り稼ぎを少なくしようとしたけど、火力も耐久力も足りなかったからね。次回からいよいよ折り返しだな。終盤の攻略法になるね。体力をどのぐらい上げるかが難しいな。
現状でステータスアップに2000ブラッド以上かかるからね。ここで稼ぐ時の攻略情報を教えるね。ブラッドを稼いだら装備を先に揃える方がいいよ。持ち越せるブラッドはゲームオーバーになった時のブラッドだから、自分のステータスアップに使ったブラッドは消失するよ。つまりブラッドを装備に変換して倉庫に預けるのか。この方法なら復帰もしやすいよ。それを含めても中ボスに挑む時のドキドキはすごいよ。いい緊張感のゲームだよな。そういえばツタの番人と戦ってみたけど、体感その階層の敵を二回り強くしたような感じだったよ。中ボスを倒した方が良さそうだな。それじゃあ今回はここまで。皆さんもぜひ遊んでみてね。終盤の攻略動画もでき次第アップロードするよ。また会おうよ。バイバイ。